お疲れ様です。失礼いたします。お疲れ様です。ですね、今回はですね、思い出の T シャツパートホネララということで、またですね、思い出の T シャツをまたね、私物紹介といたしまして、また紹介できたらいいなと思っておりまして、そうですね、また紹介していきたいと思っております。結構古いものもございますので、そういった思い出せるかどうか分かりませんが、やっていきたいと思っております。でですね、今回はワコマリアの T シャツ類なんですけども、ワコマリアさんはよく買っておりましたので、まあそうですね、数的にはそこまで持ってないと思うんですけども、今回はですね、ちょっと小出しでちょっと出していきますので、よろしくお願い申し上げます。そしてやっていきましょう。そうしたらですね、こちらの T シャツですかね、東京と書いてますね。東京、素晴らしいですね。こちら比較的に新しい T シャツだと思うんですけども、まあもうこのロゴで買っちゃいましたということで、これ結構シンプルで使ったものなんですけども、サイズはですね、まあおそらくね S ではなかったと思うんですよ。 M ぐらいで買ってると思うんですけども、サイズ表記がちょっと、そうですね、 S か M で多分おそらく買ったと思うんですけども、そうですね、こちらは比較的にシンプルで使いこなせました。次はですね、まだジムですね。こちらですね、こちらもまた色違いで多分持ってると思いますので、でシンプルでしょ、このシンプルさがいいんですよね。こちら M ですね、 M で買っております。S サイズはちょっとこちらのね、出されてるものに関してはですね、必ず M を買うようにはしておりました。やっぱり試着はしてないんですけど、まあ肩幅で合わせるじゃないですか、肩幅で合わせてだいたい計算して、まあ買っておりました。よく使ってますね、こちらシンプルで。次はですね、懐かしいでしょう、これもうかなり古いモデルです。 M ですね。S だとかなりちっちゃいです。M で買ったんですけども、もうこの渋さもうたまりませんね。ところどころ汚れている箇所もございますが、かなりね使い込んだ T シャツでございます。もうテロンテロンでしょ。ほんまアイロンかけてあげてね、ほんと綺麗にしたいんですけども、ちょっともう引っ張り出してきたという形なので、どうしてもシワがいっておりますので、その点はですね、もう申し訳ないと思っております。またアイロンかけてね、本当はねやってあげたいと思ってはおります。次もですね、こっちの懐かしいでしょう、もうね、こちらも結構使っておりまして、やっぱりもう古いで旧タグでしょう、もう古いやつなんですよこれ。M サイズですね、 M サイズの T シャツですね。こちらちょっともう忘れてしまったんですけども、もう吹き出しもここもね、ちゃんとここプリントもされておりますし、こちら結構使いましたね。で M でも若干まだ小さいんですよね、もうここの丈がですね、もう縮んでしまいまして、それぐらいまで使っておりましたね。ほんと懐かしい、もうバシバシに使っておりました。で次はですね、もう2着買い、このスカルですかね。このスカルをですね、2つ買っちゃったんですよね。後ろは何もないんですけども、こちらは S サイズで着ておりました。で若干やっぱ小さいんですけども、まあ着ていったらまあ縮みますし、伸ばそうと思えばね、ガンガン使えば伸びますので、もうボロボロになるまで使っておりましたね。もうやっぱりスカルが大好きなので。よく使っていてたアイテムでございます。
今回はですね、ワークマリの T シャツをですね、7枚か8枚ぐらいですか、を紹介しましたが、またですね、ワークマリア関係もまたそうですね、T シャツ類も、そうですね、また紹介していけたらいいなと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。そしたらですね、今日はこれにて終わりたいと思っております。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。